日例株式会社日例がグループを統括する持ち株会社を担い、主に4つの事業会社が加工食品事業、水産、畜産事業、低温物流事業、医薬品、機能性素材事業などを行っている。日本で初めて冷凍食品を作った企業であり、冷凍食品事業及び低温物流事業において国内最大手である。 株式会社、日霊フーズ株式会社、日霊フレッシュ株式会社、日霊ロジグループ株式会社、日霊バイオサイエンス。1942年、昭和17年12月24日、前身の帝国水産統制株式会社が、戦時中の水産統制令に基づいて、水産会社ほか18社などの出資により、水産物の加工、 冷蔵の中央統制機関として設立される。経営資源の大半が現在の福岡県北九州市が発祥の日本水産の陸上部門、営業所や冷蔵倉庫等を引き継いだもので、実質的には日本水産より分離、設立されたものであった。1943年4月、水産物の管入れ、販売並びに製氷、冷蔵、凍結事業を開始。 1945年、昭和20年12月1日、終戦後の水産統制令の廃止を受け、商法上の株式会社への組織変更を行い、日本冷蔵株式会社に称号を変更。公式には、この1945年12月を創立年としている。1946年、果汁入りアイスキャンディー、冷貨、冷貨を販売。 1949年5月、東京、大阪、名古屋の各証券取引所に株式を上場。1951年、冷凍みかん、冷凍いちごの生産開始。当社最初の冷凍食品。1952年、調理冷凍食品の生産、販売を開始、日本初の超低温大型冷蔵倉庫を設置し、冷凍食品及び、 それを流通させるための仕組み、コールドチェーンの普及をリードした。1964年10月、東京オリンピックの選手村に冷凍食品を供給。業務用冷凍食品の走りとなった。1970年10月、大阪府で行われた日本万国博覧会に、食堂、テラス比例と売店、日例コーナーを出展。日本の冷凍食品の優れた品質や、 調理技術の一端を披露した。1979年1月、アメリカにおけるのを、水、畜産品の集荷、販売し会社を設立。現、日米フーズ USA, Inc.1984 年4月、事業目的に、医薬品、医薬部外品及び、試薬の製造、売買、種苗の生産及び売買を追加。 1985年2月1日、CI 導入により、現在の称号、株式会社、日礼、シンボルマークを N マークに変更。1988年4月、アセロラドリンクを本格的に発売。1988年9月、オランダの冷蔵会社を買収し、オランダにおける冷蔵事業に進出。現、ユーロフリー 5BV。 1990年4月、物流事業を本格的に開始。2003年4月、社内カンパニー制を導入。2003年10月、食品販売市会社の雪輪を譲渡。2004年4月、国内の低温物流事業の会社分割を実施。物流ネットワーク事業1社、地域保管事業7社に、会社分割連結市会社。2005年4月1日、 各事業について、会社分割による完全子会社化を行い、持ち株会社体制に移行。不動産事業は、宅地建物取引業免許の関係上分社化できないため、純粋持ち株会社ではない。2006年10月5日、事業会社である日礼フーズが、キッザニア東京に食品開発センターのパビリオンを出展。食品開発センターの研究員として、 冷凍食品の開発の仕事を行う。身近にある冷凍食品がどんな風に研究して開発されているのかを調べる。また、スノードライを使って食べ物を一瞬で冷凍させる体験ができる。2009年3月27日に開業したキッザニア甲子園にも出展している。2007年4月2日、フラワー事業を再編。子会社として株式会社。 日霊フラワー65%出資と株式会社日霊ガーデン100%出資を設立し、下記仕入れ、販売事業と洋卵栽培事業をそれぞれ業場と。2007年7月30日、事業会社である日霊フーズと東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドとの間でスポンサー契約を締結したことを発表し、東京ディズニーランドの劇場、 シアタア・ウォーリンズと東京ディズニーシーのレストランニューヨークデリのスポンサーになった契約履行開始は8月23日から2008年6月アセロラ果汁の調達販売を行う日例数工設立日本国内アジアオセアニアへの果汁原料販売体制を拡充2009年7月日例アセロラドリンク事業について サントリー食品インターナショナル株式会社に業務用製品を除き事業上とすることを発表。原料供給を行い、日霊のブランド名は継続している。2010年、欧州子会社日霊ホールディングホランド BV、オランダが、ホールディング GLBSA 及び、ホールディング PCGSA、フランス両社参加の低温物流事業会社4社を、買収、完全子会社化。 2010年10月1日、冷凍菓子マーケティング会社である、株式会社下の過剰を設立。2010年10月、太陽国に新増設した二工場稼働が開始。主力カテゴリーである、資金加工品事業を強化。2011年3月、株式会社 JC コムサ、海通食品集団上海有限公師と共に、中華人民共和国上海市に、 日社会食品貿易有限講師を設立し、中国の外食市場において事業展開。2011年3月31日、外食、昼食業者からの発注に基づき栽培された野菜の販売を行う株式会社、日レアグリを鹿児島県鹿児島市に設立。2011年8月16日、ベトナムに 日霊 HPC 有限責任会社を設立。アセロラ原料の品種改良、栽培ノウハウの普及を進め、同国からのアセロラ原料調達事業を強化。株式会社、日霊フーズが、業務用野菜の販売会社を設立。秋より、業務開始。株式会社、日霊アグリ。2012年6月30日、米国の食品企業であるイナベジアン。 q g z i n e Enterprises LLC の発行済み株式の51%を取得。アジアンフーズを中心とした米国市場での事業拡大を図る。2013年4月、太陽国に SCG Logistics Management c o LTD との低温物流事業を営む合弁会社を設立。2014年8月5日、香港に 水産品及び畜産品の販売事業を手掛ける新会社日霊フレッシュホンコング LTD を設立日霊日霊フーズ日霊フレッシュ日霊ロジグループ日霊バイオサイエンス楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください